ね、ね、ね、やっぱりまあ、試練のね、環境が、変わってるんで、やっぱり、コブにしてコブとか、こういうふうな活動してだから年々減ってますよ、ね、もう、毎年毎年ね、やっぱり、入ってくる量が減ってますもん。そうなんですよ。でもさっきみたいに今お出汁の取り方教えてもらったんですけど、はい、そんなに簡単だったらやってみたらいいですよね。そうです、ね、まあやってみるとね、うん、分からないけど、ね、いや、まあしてみたらそれほど難しいのはありません。簡単に。そして美味しい。あ、はい、そうですね。はい、美味しいお汁が。あ、はい、はい、食べられる。まあコツとして、はい、例えば沸騰ね、はい、沸騰したらすぐに火を止める。はい、止めて、もうそれからもぐらぐら耐えたら開きます。あ、そうなんですね。開きさせて